水道はです、えー、今日は栃木 SC の新体制見ていこうかと思っております。えー、まず去年栃木 SC のなんか他サポーターから見ての印象としては本当限られてるだろう予算の中であの非常にうまくこうねレンタル移籍も含めてやりくりしながらあの固いチームを作っていたなというのが本当時崎監督の、うん、元で皆さんがね選手スタッフ皆さんが あの一丸となって戦えていたかなっていうところの印象でしたね。若手もね、また出てきたりとか、まあ、逆に矢野辺りのベテランなんかもね、生かしつつっていうのが、まあ面白かったですね。派手さはまあなかったとは言うものの、うん。まあ今年も、えー、そのスタイル継続というところになります。監督、徳崎優監督、まだ若い43歳ですね。えー、ヘッドコーチ、新人で竹中稔さんですね。LINE メール、青森からっていうことみたい。 であ、大橋正宏じゃん大橋正宏だフロンターレとかにいたねそっか山川にいたんだっけ大橋って全然その印象なかったな渡辺明宏ゴールキーパーコーチ結構スタッフが、えー、一新しているんですねこれは時崎監督の希望なのか何なのかね結構スタッフが新しく 入れ替わってますねどういう事情があったのか、うん、それも何でしょうその栃木にずっといたとかそういう人じゃなくて、えー、ほんと外部からこう取ってきてるような感じなので、うん、上に行くためやっぱ入れ替えをかかってるんでしょうかねうーんはいえっと背番号を見ていきましょうかえー、2番母屋3番黒崎4番佐藤翔5番大谷6番大森7番西矢 えー、勇気の方ね、もちろん。えー、で、8番高萩洋次郎、9番セネマ、10番森、1番十二ニ十二12サポーターの13の上田、15岡崎亮平、16平松、えー、17山本、えー、19大島、21吉田、22小野寺、23福島、24、えー、これは神戸神戸神戸だったかな ?27、えー、五十嵐、えー、29、えー、矢野記者。 30番矢野紀章は絶対矢野紀章って言うよね。矢野とは言わないね。あんまね。<laughs> さっき言ったかもしれないけど。30番福森32番宮崎。36番山田。37根本。38小堀かな。40番高島そして菅原。45安田。1番キーパーは変わった。二25番が青島、はい、?41 番藤田和樹と。キーパー3人なのこの。 コロナで離脱が結構キーパー立て続けになると怖い世の中で結構怖くないですかね選手の入れ替わりとりあえず見てみましょうかインの方が、えー、人数的には多いみたいですねアウトから見ていくと鈴木が岩田に今復帰してしまいましたね、えー、非常に栃木でいい経験積んで帰っていきましたね で、磯村引退ですかお疲れさんでした。で、カルロス・グティエレスが町田にまあ抜かれたような形になります。なので、本当後ろの3枚のところがね、ちょっと抜かれて、そこが厳しいですね。で、八千田が京都に復帰。ほんと、栃木で自分の色をこう見つけられたような気がします。で、松岡が熊本に移籍と。これちょっとびっくりでしたね。もうちょっと栃木でこう経験積むかと思いましたが。で、井出が契約満了。まだ未定なのかなはい。 というところでございます。えー、えー。で、ええー、まあ、ええー、新加入というか、見ていきますと、母屋が、薄らめからが復帰ですね。はい。まあ、クロス制度なんか高い選手だと思います。で、小野寺が、鹿児島からまあ、戻ってくる形となりました。試合数としてどんくらい出てたんだろうな。あー、まあ、完全、あー、でもまあ、移籍して、レギュラーで、 やりてた感じがね、先発で90分出てるゲームが結構多いですね。うん。まあじゃあ、しっかりと経験を積んで戻ってきたという感じでしょうが。えー、そして、柏の山田ですね。えー、なんかテクニシャン系の選手だったっけな、この選手は。あーまあ、ちょくちょく出てますよね、J1 で。うん。身長169センチ。まあそう高くはないですけれども、まあこの選手もまた J2 で経験積んでいきたいところですね。レンタルで加入。で、岡崎。 はいまあ、センターバックやっぱ抜けたっていうところでね、えー、琉球で去年はやっぱこうやって見ても先発でかなり出てますし、うんまあ、非常に頼りになる選手なんじゃないでしょうか、うんでえっと、ミッドフィルダー、SC 東京から期限付きで、えー、安田、あんま分かんないですね、安田耕次郎、2003年生まれ、まだ若い選手です、あー一応 J1 で、えー、7分だけ試合に出てるみたいですね。 うん、どんな選手だか全く知らないです。で、法政大から高島修也っていうのかな。えー、まあ、抜かれたところを見るとあれかなセンターバックなのかなうん、どうだろう。で、なんか栃木は森なり、なんか法政から取るイメージがなんかちょっとありますね。えー、で湘南から期限付きで福島加入してます。福島って、ユナイテッドに、いついたんだっけ あ、でもそうだよね。2021年と、21年とか20、時崎監督と多分一緒にやってるってことだよね、うん。で、その時の多分レギュラークラスの選手なんだと思うんで、えー、まあチームの戦い方とかはスッと入ってくるんじゃないでしょうかね。っていう考えだといい補強だと思います。えー、で、ミッドフィルターの高萩が完全遺跡になったと。で、あと立正大から、えー、平松。えー、182センチ。あ、なんか結構イケメンだね。 あ、去年もう J2 で試合出てるんですね。じゃ、特別指定とかになってたのか。うーん。どうなんだろう。ポジションセンター枠かな。ちょっとわかんないですけど。2試合ほど出てたんですね。えー、こう見ると、フォワードは1人も新加入がいないっていうのが、去年栃木ですし、得点力不足で結構悩んでたと思うのに、そこはあんま手つけなくていいのかっていう。まあ、思う反面、 まあ確かに矢野騎手を筆頭にですけれども、フィジカル結構強いフォワードが多くて、宮崎もそう、宮崎は、えー、そうで、根本が連タだっけ、湘南あたりだっけ、まあ結構、全然パワーのある選手はいるので、まあ確かにね、プラスで補強、まあセヌマもそうですけど、補強しなくても確かにやっていけるはやっていけるんですけどね、うん、うん、そうですね、まあ確かにまだ若手だしね、うんさっき言った二人は。 っていうところも含めて成長込みでフォワードの補強はないみたいですね今のところはねうん、まあ、今後分かんない追加であるのかもしれないですけれども,もうまあとりあえずは本当に抜けたところをちょっと大学生なりえーまあ、ね、岡崎 JS をしたチームとかまあ J1 からのレンタルとかで補ってっていう、えー、やり方ではいなんとか去年 と同じかもしくはそれ以上の戦力はこう整えられているんじゃないかなというイメージですね、栃木 SC は。うん。まあ監督が継続になるチームっていうのは、えー、J2 だと今季どれぐらいでしょうか。半分、半分は継続なのかな。あこういうのもちょっと後で調べてみたいなと思いますけれども、うん。まあポジティブなメンバー揃っているんじゃないでしょうか。まあ自動昇格っていうところを考えるとね、さすがに、 まあ、ちょっと厳しそうかなっていうのはあるんですけど、まあ、去年の熊本みたいな例があるんでね、そこはわからないですね。えー、そしてユニフォームデザイン見ていきましょうか。あー、ちょっとなんかイ、イメージが、ほうほうほう。なんかちょっとレトロチックかもしれないですね。うん。まあ、基本的にこう、黄色と青、青をね、基調とした栃木の、あの、デザインは変わらず。うん。で、アウェイはグレーという感じですね。 キーパーも、まあ、デザイン的には同じような。うん、ユニフォーム特設サイトちょっと見てるか。どういう、あの、意図があって、このデザインになったのか、みたいな。あ、YouTube か。あ、違う。あう、下に動かせば出てきますね。お、すごい、かっこいいサイトに仕上がってるね。うん。 なんか、ユニフォームへの思いみたいな書いてないのかなそれは <laughs>、ちょっと見当たらないですね。動画を見たら出てくんのかなうん。まあ、シンプルだけど、なんかこう、90年代とかをちょっと匂わせるような、なんかレトロなデザインじゃないですかこの襟がある感じとかね、うん。この襟元のなんかここの V 字っぽいデザインとか。あと、この横線がね、胸に入ってる感じ。うん。 なんか古き良き感じがしますね、うん。まあシンプルです。はい。そっか、栃木って赤色も使ってたっけ赤色。赤色のイメージあんまりなかったけれども、そこがちょっと新しいところかもしれないですね。黄色と青のイメージはあるけど。うーん。胸、ね、スポンサーのこの TKC があのユニフォームにマッチしてていいですね。うん。はい。 まあそんな、感じです <laughs> そんな、そ,そんな、特にいい感想は出ませんでした。はい。えー、まあというわけでね、あのー、本当に適当に新体制を見ていきましたけれども、うん、どんなメンバーがいるかをね、えー、フォーメーション的には去年と同じような感じでやるんでしょうかね。うん。 まあゴールキーパーでもやっぱ、川田とね、藤田っていう、この、とりあえず2枚看板があって、その後に多分、大島選手がくっついてくるんでしょうけど、まあ、ここがいるのは大きいですね。うん。まあ、後ろがちょっとだから、ディフェンス側のところが <laughs>、入れ替わりがあったんで、そこがうまくフィットできるかっていうのが、まず懸念事項と。あ、ま、とやっぱり、えー、八千田タイプ、まあ、高萩が残ってるから大丈夫か。まあ、ゲームメイクできるタイプ。 うんまあ、柏のそれからレンタルしてきたね山田とかになるのか分かんないですけど、うん、その辺がこう攻撃にいかにバリエーションを付け加えてくれるのかでその前線のさっき言ったゴリゴリ,ゴリ系フォワードがね <laughs> 点取るところまでこう組み立てられるかっていうのは去年よりもそのアタックできる回数を増やしていけたらより強いチームになってくるとは思いますね。うん うん、まあとにかく監督がやっぱ継続してるってこともあって多分上積みが、ね、できているチームだとは思いますので今年の栃木ははい、まあ、まずはこう早めに残留を決めてちょっと安心できるところでね戦っていきたいというところですね、まあ、プレーオフ圏内目標って感じじゃないでしょうかねえはい、え続、ー、いうわけで栃木 SC の、えー、新体制ちょっと見てまいりましてて